やっぱりもう一つ、これも、はいはい、特に原作だとこうページ数が増えたという、はい、かのシーン、ここについてちょっと先に小野さんに一言いただきたいんですけど。いや、これに関してはもう言うことないですね。見てもらって、あのよく頑張りました賞を自分であげたいです。それやっぱり前日からもうなんかちょっと高まってたりするわけですか。いや、ていうかもうもらった段階で、どうしようっていう、本当に3ページぐらい無駄しかないんですよ。え、台本3ページ丸ごと、はい、ずっと無駄って書いてるんだよ。1、2、3ぐらいはもうだって台本もらっていち早くそのページの社名を取ってグループラインに貼りましたから。頑張ってって。関係者だからね。無駄って書いてるページだけがあるんです。そうそう、この今回の5分っての流れでは結構その無駄の数とかっていうのはまあ合わせて取ってきてたんで、はい、とりあえず数えて原作合わせの数を、原作合わせだったんで、だったね、多分122回かな。122回、はい、そうなんですよ、はい、1個も無駄はないんですよ。そうなんですよ、無駄って言葉なのにねっていう、それを僕は4回無駄、4無駄1セットなんですよ。4拍子みたいな感じ。無駄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 って数えていくんですね。1、2、3っていうの、すごいなんか謎の、これが何セットなのかっていうのがよくわからないっていう、もうちょっと数多すぎてね、わかんないことになるね。 30.5 セットとか言われてもねって話。そうなんですよ。だからもう本当に、まあ、できるところはザーッとやって、うん、まあカットごとで何回とかもあったんで、うわ、はい、それに全部合わせ。いや、そうなんです。でこれがね、この本当にこう難しいのが、最後の最後で無駄だとか言っちゃうんですよ。最後の最後で、本当に最後の最後で無駄だとか言っちゃって、ええ、ザッてなるっていうのはあったりはしましたけど、でも本当、オンエアではすごくかっこよく、撮れてて一安心しました。でもしかもね、そんな数えながらやっていたって言っても、同時にちゃんと感情が乗っかってるというか、そうですね、本当にチョコラータムカつきますからね。はい、でやっぱりここのシーンに関してはやっぱりエンドロールでもすごい感動したんですけど、無駄原画っていうねスタッフさんがいて、はい、なんか本当にこうやっぱりジョジョ愛みたいなスタッフさんのパッションをすごく感じた瞬間でした。うん、はい、というその小野さんが